天才の定義、プロサッカー選手で天才とくくられる選手はどういうところが優れていますか？僕はやっぱり人が教えられないセンスを持ってるのが定義かなと。僕攻撃の選手だからファーストタッチかな。ファーストタッチでなんかあちょっと違うって分かるでしょ大体。ファーストタッチで全てが多分決まるじゃないですか。いいところに置ければ選択増えるし、あここダイレクトなのかなとか、まあもう昔の話になっちゃうんですけど、1986年のブラジル対フランス代表、フランスがあれ勝ったのかな、ブラジルに勝った、プラティニの時ね、うん、プラティニがペナの手前からよくトッティがやるんですけど、降りてきてダイレクトダーンって裏って、その時にプラティニに横パス来た時にダイレで裏誰かが抜けて PK になってですね、そういうシーンもやっぱり全てファーストタッチじゃないですか、うん、あそこで誰も止めてたら、うん、あの裏も抜けれないし、ダイレクトですよね、うん、まあ、そういうところ僕はそんな感じだと思うんですけど、うん、いや僕多分外国人入れても、まあ、強烈にインパクトも残ってるんで、やっぱ僕は小野伸二、まあ、代表で18歳の時かな、こう入ってきて、やっぱ僕さっき言ったやっぱ教え、人が教えられないようなもうセンスの塊、確かに、だからリフティングとかもそうですし、まあさっきテルさんも言ったファーストタッチとか、そういうのもやっぱり人が教えられないような柔らかさ、やっぱ小野伸二にしかないそういうこうパスのセンスで、そういうとこ見てるとこの人は天才だなっていうのは会った瞬間にピピピと感じました。まあでも確かに小野伸二選手はすごいと思う。奈良はね、その代表で一緒にやってて、はい、これ世代的に多分7つぐらい違うんで、そこまで一緒にあんまりやったことないんですよ。レッズ時代にやったことあって、みんなそう言いますよね、会う人はみんなやっぱ小野伸二がって言うけど、俺の中では藤田俊也が、お見るとこ違うわ、うん、高校生の時で清翔の時代で、うん、高2からもね全国優勝して山田貴弘がいて三浦文武がいて、うん、七海もいて、で彼が高3の時のインターハイ、大宮東に勝ったのかなインターハイ、うん、その時僕高校サッカーオタクなんで、それ見てる時に藤田俊也を見た時に、はいはい、細いでしょ、上もそんな170ちょっとでしょ、うん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 、それなのに相手に捕まらない、まあ、そのアウトサイドも使える、うん、あの細い中で背筋ピッとして周り見れながらのダイレクト、あと基本がすごい上手いでしょ、まあ、それ見た時にうわすげえなっていうのと、藤田俊也はその J リーグでもすごいですけど高校の時からすごいなっていう、それで僕それ真似して高校の時に俺もなんか伸びたもんね、あこんだけ早く前向けばいいんだって、中盤で下げんじゃなくて、それ彼のもやっぱいい人の真似すると伸びるなっていう昔からのあれで、そこからねジュビロでも大活躍、うん、海外もいたしね、すごいですよね、まあそこかなって。年は喜んでんじゃないのそれ。だ2人のやっぱ共通してるところは、はい、やっぱ清水商業、そうだ、あそうだね、そうだね、あそこなのかなっていう、うん、ですね、うん、はい、あ、若いのにこいつうまいなっていうファーストインパクトがやっぱ強烈にやっぱ強かったんでしょう。いや確かに松井はもうほんとセンスの塊で、何やるか分かんないしトリックプレーするし、うん、サイドバック俺らがベルマルやってましたけど、ためができる選手がいるとすごいやりやすいんですよ、うん、2番を引き継いでくれた選手ですし、後輩ですから一番いいタイミングで出してくれるし、いつもヘッドアップされて、激しいドイツの中でも、もう淡々とプレースタイルを変えたのかな。やっぱ、あって岩政がいたら、やっぱやらざるを得ないよね岩政というか、うん、ね、人が食いつくというか、そうだね、そうそう、パスの中でも相手を引き出す、味方のスペースを作り出すパスもできるし、何でもできる。簡単にやってますけど、すごい難しいですよ、技術はすごい高いんで。だからやっぱりこう、ワインみたいなもんですよね。せーの。